チャッキ節、チャッキ節、チャッキ節は、北原白秋作詞、町田義明作曲の歌曲、茶切れ節ないし、茶切れ節、チャッキ節と表記される場合もある。古くからの伝統的な静岡県民謡と誤認されることもあるが、二十世紀に入ってから作られた新民謡の一つである。歌は三十番まであり、静岡市を中心とした静岡県中部の地名。 方言がふんだんに盛り込まれている。毎年春に、静岡県内の会場で、着きり、不死日本一全国大会が行われる。1927年、昭和2年、静岡市近郊に開園した狐ヶ崎遊園地、後の狐ヶ崎ヤングランド1993年閉園のコマーシャルソングとして、静岡電気鉄道、現、静岡鉄道。 生鉄の依頼によって制作された。大正時代から昭和時代初期にかけては地域おこしや観光宣伝のため、旧来からの民謡を広く紹介し、あるいは PR ソングとして民謡風の新曲を作るなどの動きが日本の各地で見られた。チャッキリもその一つである。静岡電鉄は当時すでに名のある詩人であった白州に混成して、 作詞を引き受けさせたが、取材のため静岡を訪れた白州は、静岡の下流地、二丁町長、蓬来楼で芸者遊びを続け、一向に試作に取り掛かろうとしなかった。こうい遊う続きの超刀流に、電鉄会社側が、作詞以来の取り下げも検討し始めた頃、老儀の方言による、ふとした一言にインスピレーションを得て、白州は30番まである長大な歌詞を書き上げたという。 作曲者の町田義明、1888年から1981年は、法学作曲家で民謡の研究家でもあるが、白州の知人であったことから、その推挙により、チャッキリフの作曲を引き受けることになった。この曲は1927年11月25日に、狐ヶ崎遊園地を会場として、同時に、白州、義明のコンビによって作られた。 キツネオンド、シンスルマ説と共に、地元競技衆の歌、踊りによって発表された。翌1928年1月には、ラジオ放送され、レコードも作られたが、地元静岡や、静岡系の芸人が多く入っていた、東京の下流会などで歌われる程度であった。アイズ代さんや、基礎説などの民謡のごとく、全国的に知られるようになったのは、 芸ーから歌手に転身した一丸、1906年から1997年、が1931年に、レコードに吹き込み、翌1932年にヒットして以後である。また、戦後、1957年に、静岡での国体の開会式で、マスゲームに用いられたことをきっかけに、この曲は再び注目を集めた。また、1973年には、 NHK のみんなの歌でも取り上げられた。歌はチっきりリ節の歌い出しで知られ、全国的に知名度の高い曲であるが、実は歌、シャミとも非常に難曲である。作曲の町田は長唄の名取りであり、また民謡のみならずあらゆる方角に精通していたため、シャミの手付けも古典の手が多く取り入れられており、ちゃっきりちゃっきりちゃっきり世の歌詞に続く愛の手。 演奏のみの部分は普通の民謡には見られない曲の形式である。白州の歌詞には、東流先の旅館で、地元の老儀が窓から外を見て発した一言、河津が泣いているから、明日は雨だろうねという意味の方言。河津、キャールが泣くんて雨ずらよが取り入れられている。このフレーズを痛く気に入った白州は、各コーラス共通の林氏として用いている。 本来の歌詞は、買わず、キャールが泣くんてという方言であるが、この曲をヒットさせた一丸が、レコード化する際に、買わずが泣くんで、と、標準語風に濁音で歌ったため、現在でも誤った歌詞のまま歌われることが多い。ただ、一丸は、正しい歌詞を知った後の再レコーディングでも、濁音のまま歌っていることから、何かしらのこだわりを持っている、可能性も定めできない。白秋自身も、 泣くん手が正しいと言明している。過去に、両歌手、ザ・ピーナッツが歌唱していた。チャッキリフだよ。ザ・ピーナッツというレコードに収録されていた。この時の題名は、チャッキリ。チャ、チャ、チャであった。そのザ・ピーナッツは、1962年公開の、主演映画、私と私、監督、杉江俊夫で、伊藤恵美が、花はじめとクレイジーキャッツと共に歌っていた。 その、クレイジーの一人、植木等は、1966年公開の、クレイジーの無責任清水港、監督、坪島隆ま内で本曲を歌唱。そしてその続編的作品、クレイジーの殴り込み清水港、1970年、監督、坪島隆までは、OP テーマに本曲を使用した。トリオ漫才ちゃっきり娘はちゃっきり節を基調とした、ゲーで一時代を築く。 地元テレビ静岡もインストルメンタルとしてクロージングに採用していた時期がある。この時は出だし以外はボサノバ風にアレンジされていた。みんなの歌では1973年4月から5月に紹介内幸い町時代奥に巡りシリーズの第25弾。歌は広田美恵子とザシャデラックス。なお広田はみんなの歌早々期から歌っていたが本作が 現在のところ最後の出演となった。編曲は、石丸広司。映像では、静岡の茶畑を中心に、当時の静岡の風景が映し出されていた。再放送は1975年4月から5月、神南時代のみ。この結果、原則として、コマーシャルを放送しない NHK が、CM ソングを放送したような格好となっている、ふにくりふにくらも同様である。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。